これなんか届いたん？これ、アマゾン？そう、届いてた。あ、これね、前に買ったの。うん。ワイヤレスミディコントローラー。届きました。これ3000円ぐらいで、これ機材です。でも、音が変わるとかじゃないです。ミディをワイヤレスで切り替えるっていうやつ。ちょっと試しに使ってみようかなと思って。ページめくり？ iPad の。6月13日です。はい、今日はですね、なんか撮影ということで、撮影っていうとさ、なんかね、カメラで私がこうなんか撮りに行くとかね、そういうのかななんてね、最近は思い始めてしまったんですが、そっちではありません。私はですね、今日はのりさんの知り合いの方の、なんかサポートみたいな感じになるのかな、わかんないけど、はい。で、どういう風にやるのかわかんないけど、一応普通に弾くつもりで練習してます、もちろん。でアンプでお願いしますっていうことなんで、譜面見ないで弾けなきゃいけないから、昨夜、がっつりやったし、今朝も早起きしてやったんですが、出発前にもう一度最終チェックというつもりで曲練やっていきたいと思います。実家からもらった米が結構もうない。なんだかんだ食べてますね。あー、どうしようかな。余っちゃったよな。一杯分ぐらい。じゃあ、取っといて、練馬区のやつと混ぜよう。お、かき上がった。よし、いいよ。出発前に終わってるよ。何パターンかバリエーション持っていこうと思って朝詰めたんですよ、スーツケースに。なんか怖いじゃん、1個しかないっつって。ああ、それじゃあちょっとって言われたらさ、一応白いシャツとネクタイも持っていきます。あとベスト、あと黒いシャツとジャケット、あとスーツの下とジーパンの黒いやつの下、スーツの靴と面、こう読んでる時にちゃんとしたやつだと結構すんのよ。 Bluetooth なんつうのミディコントローラーみたいなやつあって、ページめくりするためだけの足で踏むやつ、それ結構すんのよ。でもこれだったら多分3000円くらいだったんだけど、多分これでもね、そういうことできると思う。手袋方面からになります。
回ってきちゃったけど、はい、初めて来ました。ブログ用に、そう、YouTube やってるんですよ、私。はい。そうなんですよ。今日のやつも本当だったらカメラ回してるんだけど。